あ、血あるよ。あ、これはオンラインになったかな。あ、びっくりした。待って待って待って、体力やばい体力やばい体力やばい、ちょっと待って、落ち着け、まあ落ち着けってお前。あ、飛べ、あ、飛んだ。おいおい、お前らなんでだよ、その羽飾りかお前、その羽は飾りかお前。ああ、なるほどね。なんかすげえの撃ってきてるよ、すげえの。あれ弓か、やべえ、なんか二方向から撃たれてる、怖っ。あれ当たんねえわ。え、待って、怖怖怖怖怖、何あれ、でかすぎ、え、これ弓矢なの、え、でかくね弓矢、めちゃくちゃでかいんだけど。盾持ち有効、なるほど。あ、黒騎士かこいつ。あ、違う、待って、違う、ジャンプしちゃった、ジャンプしちゃった俺、待って、ジャンプしちゃった。あー、出てる出てる、サイン、指輪が必要、なるほどね。この先隠し道あり、はあ、あ、なるほどね、指輪、なんか指輪が必要なのか。よーし、とりあえず行くか。ずるくないそれ。あー、マジで、なんかまたローリングしちゃった俺。そんなに大変なとこじゃないはずだ。まあ、オッケー、回収で、またたぶんしばらく大丈夫でしょう。で、向こう側はどうだ。待って、落ちる、落ちそう、落ちそうだけど、よかった、大丈夫だった。うー、危ねえ。英雄のソウル、ああ、太陽万歳誰だ誰だ、ここ誰だ、ここで太陽進行したやつ誰だ、ここで太陽進行したやつ。しかも誰も評価してくれてないっていう、ね、俺はやった、俺もやったわ、お疲れさん。で、ここか、よいしょ、俺はやったどんだけやったんだお前、どんだけやったんだお前。太陽、めっちゃ太陽進行してんじゃねえかお前。え、ちょっと待って、めっちゃここ太陽進行してるやついるんだけど、やばー、誰だよここで、誰だよここでソラールさんと結婚したやつ。あー、なんかすげえとこ来たよ、お邪魔しまーす。おお、かがり火あるじゃん。あ、ってか、え、ソラールさん、え、まさかさっきのサイン、ソラールさん。お久しぶり。召喚はうまく使ってるか。もし俺の光り輝くサインを見つけたら遠慮なく召喚してくれ。ありがとう。いや、マジでいい人、本当に。I think you had feelings for me. Oh no, dear me. Pretend you didn't hear that. じゃあそろそろあれか、ちょっとそろそろさ、人間性使ってさ、あれ、人間になっとこうぜ。オプションからできる。はあ、なるほど。え、ちょっとめっちゃサインあるやん。まあいいか、注ぎ目しとくか、とりあえず一個余ってるし。多分ここ使うでしょ、また。よし、オッケー。この人アルトリウスだろ装備アルトリウスだろ、俺知ってるぞ俺。あ、いや、びっくりした、間違えた間違えた間違えた。おお、どうしよう、おおお、どうしよう。あ、ちゃんとツバイヘンダーだし、
お邪魔しまーす。お、どうもこんにちは。ダメか。マジか。あーやべ、無駄にしちゃったよ。おら、もう一発。あ、ひるむやん。それをさっきやれお前。何もったいぶってんだ。あ、やべ、見に行く警戒しやがった。太陽のメダル。おう、どんだけ太陽進行してんだ本当に。ここのたんびにこれじゃ人間性がいくらあっても足りやん。はい、オッケー。なんかやべえやついいんだけど、なんかやべえのいいんだけどなんかやべえやついいんだけど、なんか森にすん、なんか森でなんか暮らしてるバスみたいな感じのやついいんだけど、なんか覗き穴みたいなのあんな。弱点は攻撃。え、ああなるほど、この壺の弱点は攻撃だったのか。この先幻の壁あり。へえ、あ、なるほどね。だからあれか、覗き穴ってわけか。オッケー、行こうじゃねえか。おお、なるほどね。この窓がヒントになってたわけか。なるほど。え、暗くね、なんか気のせい。玉ねぎ呼んでほしい。あー、うん、確かにね、ちょっとやってみたい感はあるよね。たまに、え、ちょっと待って、宝箱めっちゃあるやん。敵いない、大丈夫。こういうところに限って実はいるとか、そういうオチあるでしょ。鎖を見ればわかるって言ってたけど、どうやってわかるんだ。あ、わかった、そういうことか。うん、なるほど、わかった。こいつミミックだろ絶対。こいつだけミミックだろ。うん、だから宝箱の鎖の形違う。だってこの4つが全部ミミックってことはないでしょ絶対。さすがに。ほら、ハベルだ。あ、ハベルシリーズこれ。なるほどね。あ、ハベルシリーズだ。これ大龍河でしょやっぱり。こいつだけ絶対ミミックだろう。正体を表せ獣目。やっぱりな。口を。そんなね、安易な、ね、弱点なんか聞かんわ。邪教のクラブ。ほう、闇霊経営地に侵入されましただって。来た来た来た、闇霊が来たぞ。どこだ。どこだ、どこにいる。いた、あいつだ。あれで隠れてるつもりか。あ、待った、やつもあれだ、重量装備だぞ。よろしくお願いします。やつも重量装備だ。え、ちょっと待って、雑魚なんだお前。お、4752ソウルだって。結構もらったな。いただきまーす。おお、人間性もらえた、やったね。何がしたかったんだ、あの闇霊。あ、じゃあこの人呼ぼっか、せっかくだし。玉ねぎっす名前そのまんまじゃねえかお前。じゃあちょっとこの人呼んでみよっか、せっかくだし。ん、あれ来た。あれ、おお、来た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 。霊体玉ねぎを召喚しましたこれあれか、ちゃんとプレイヤーが操作してるのか。あ、だとするとなんかなかなかちょっと大変だねこれ。連携取ったりするのが大変そう。なんだこれ。ここは、おお、すげえ、なんかドラゴンのやつある。なんかドラゴンの首あるよ、首。ほら、すげえ、ぶっ細工だなこのドラゴン。なんか
おー、なるほど。え、強っ。あ、この人あれか。え、ちょっと待って、強すぎない？この人雷のツバイヘンダーだ、この人。いや、めっちゃ強い。ミミック2番だ。え、ちょっと待って、あのさ、ごめん、ジェスチャーってどうやんのこれ。ジェスチャーって、ジェスチャーどうやんのこれ。ごめん、ジェスチャー、ごめんなさい、ほんとジェスチャーのやり方がわかんないんです。ちょっとごめんなさい。ちょっと待って、誰かジェスチャーのやり方教えて。どうやんのこれ。あ、玉ねぎさんが削られてる、やばい。え、これジェスチャー、ジェスチャーやり方がわかんない。オプションの横、え、オプションの横って俺シェアボタンになっちゃうけど、これここはこれなんかすごい高級そうな寝室でござるが、おーおーおお、なんか、おーおー、なるほど、そんなとこにいたのか。いや、めっちゃ強いんだけど、ほんとマジで。タッチパッド左？シェアボタン？え、あ、これか。え、待って待って。やばい。俺がやってる間になんか大変なことになってる。危ねえ。待って、この人すげえガツガツいっちゃうな。あ、待って、あ、ジークマイヤーさんいる。ジークマイヤーさんいる。デブ評価21、やめろ。やめろ。銀吉がいるってこと？なるほどな。おお、危ね。おい、やめろ。なるほどな。トリプル玉ねぎになったぞ、本当に。あ、やべ、あ、やべ、人間性使っちゃった。あ、やべ、やっちゃった俺。あー、なんかすげえ回復するんだと思ったら間違えて人間性使っちゃった俺。あー、もったいないことしたな。2個も無駄にしちゃった。なんと豪気や。だから助かった。語りだるジークワイヤー、気候に礼を言おう。ありがとう、指輪。私の策を待つこともできたのだからな。ああ、ありがとうございます、本当に。ああ、こっちか、なるほど。お、これはなんかさ、めちゃくちゃサポートしてくれるんだけど、この人なんかめっちゃサポートしてくれるぞ。あ、さらば。うん、なんか白霊はあんまあれだね、乱用避けたいね、これ、この強さだと。俺、なんか NPC かなんかが来てくれるのかと思ってた。あ、なんかいる？大丈夫？あー、いた、いや、ここか。いや、強そう。あー、やべ。やばい。うわー、こいつ攻撃判定長すぎ。うお、うおい、やめろ。ああ、玉ねぎさん、玉ねぎさん、ありがとう。ほんとありがとう。てめえ、よくもやってくれたな、ほんと。お前だけは絶対許さねえ。お前だけは絶対に許さん。絶対のお尻で倒してやるからな、てめえ。よくも玉ねぎさんをやってくれたな。てか、玉ねぎさんで
もう苦戦すんのこれ。あんな強かったのに。こいつクソ強いなろ。だから負けねえぞお前。おい、お前玉ねぎさんの仇だ本当。消えろ本当。よくもやってくれたな。ほんあー玉ねぎさんありがとうございました。俺はやったお前やりすぎだろって。いやこれ礼拝堂か。心でもクソ強い。マジか。じゃあ玉ねぎさんいなかったら負けてたかもね俺。